見守っています。あーお腹減ったな。はい、山口くんおにぎり。うわ、橋本ありがとう。山口くんを見守っています。やっべー、教科書忘れてきちゃった。はい、山口くん、教科書、ノート、鉛筆、消しゴム。ありがとう橋本。明治産業の24時間ガスセキュリティシステムはガスの状態を集中監視センターで24時間365日見守ります。万が一の事態でもガスを止めて事故を防いでくれます。どうしよう、傘持ってきてないや。橋本、入るか。山口くん、暮らしにプラスの価値を。明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡市美術館で開催されている展示、仙貝小西コレクションを特集します。三好さん、まあ、はい、仙貝さんといえば、仙貝義凡さんですかね、うん、はい、江戸時代日本最初の禅寺であります、正福寺の住職を務めた禅僧、うん、はいはい、福岡のお寺ですよこれ、ね、ですよね、はい、まあ、福岡の方はやっぱり昔から愛してらっしゃる方もたくさんいらっしゃるこの仙貝さんの作品なんですけど、うん、はい、あの親しみやすいいろんな作品、うん、ね、書とか絵とかね、うん、こういったものを通して禅の教えを分かりやすく伝えたことから博多の仙貝さんと呼ばれて、うん、もう当時から慕われていた方なんですよね、はい、でここ福岡博多では地元の文化人とか実業家の方、経済人の方々などが仙貝の作品をコレクションすることが、まあ、一つのこうステータス文化にもなっているそうで、うん、今回は福岡市で証券会社を経営されていた小西友次郎さんが収集したコレクションが展示されている、うん、っていうのが今年のこの仙貝。そうですね、うん、あの福岡市美術館のいわゆるそのコレクションとして、うん、まあ、この寄贈であの作品があの増やしされていくっていう、うんうんうん、まあ、スタイルがあるわけですけど、うん、まあ、それ今回 の, その小西さんのやつが寄贈されたことを記念しての展覧会だということで聞いております ね、はい、それでは福岡市美術館の学芸員宮田大樹さんとともに仙貝小西コレクションに迫っていきます。まずは前半をお聞きください。さあ三好さん、はい、福岡市美術館にお邪魔しております。はい、お邪魔しております。ちょっとお久しぶりになるんですけど、ね、お邪魔するのはね、確かに、うん、今回はですね仙貝小西コレクションと、はい、現在開催中でございますが、はい、お話を伺うのは学芸員の宮田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの仙貝さんといえば、うん、我々福岡の人間にとっては、うん、馴染みが深いといいますか、うん、まあ、一つは多分どこかいつか見たことあるんじゃないかなって思うんですけどね、うんうん、ちょっとこう緩いあの書画というか、うん、はい、あの毛筆のね、うん、あのイラスト的なちょっと絵みたいなので、うん、皆さんイメージしてらっしゃる方も多いと思うし、うん、まあ、あとなんかこう正福寺っていう、まあ、禅のお寺のなんかちょっと関わりのある人よね、すごい人なんだよね、うん、みたいな、なんとなく僕もうっすらとしたこう仙貝像はあるんですけど、あのいまいちちょっと僕自身もあの、うん、きっちりこう仙貝さんということを詳しく知れてなかったので。どうですか、なんか逆にちょっとなんか聞くのもなんかちょっとあれなんじゃないかな、今更聞くのも実は恥ずかしいんじゃないかなって僕はちょっと思ってしまってるんですけど。確かに正直あのなんて言うんでしょうね、福岡の、まあ、いわゆる文化人を気取るのであれば、まあ、ちょっと仙貝さんは、まあ、常識やっぱり、まあ、そういう雰囲気しますね、まあ、基礎教養みたいな感じがあるので、まあ、おっしゃるようになかなかちょっと、ね、聞きづらいというか、うん、いうところもあるかもしれないので、まあ、今回この番組を通してですね、はい、あの聞きかじっていただいてでもそれをあの明日からもう何なら今日から使っていただくようにしていただきたいというところです。ですね、はい、まずあの福岡市美術館とこの仙貝さんっていうのもやっぱりつながりといいますか、まあ、何度も展覧会としては紹介されてるんですよね。そうですね、あの仙貝さんの命日が大体10月なんですけれども、毎年その時期にですね、あの当館では仙貝展という形でさせていただいております。それだけやっぱり福岡のアートとしても、うん、まあ、仙貝さんの作品というのは長く愛されているということなんでしょうか。そうですね、当館の仙貝の作品は200点以上あるんですけれども、うん、そのうちの9割以上はあの寄贈の作品でして、うん、しかもその寄贈いただいた方々っていうのはですね、はい、石村万世堂さんだったり石倉酒造さんだったりっていう風な、その豪華の近現代史を語る上ではですね、必ずこう出てくるような、まあ、大物の経済人というような方々が多く、はい、あの当館にご寄贈をいただいたということがあります。作品もじゃあ多いんですね。多いですね、福
岡市美術館には100点以上ありますし、うん、それから出光美術館には1000点以上所蔵されているので、うん、残っている数というのはもうさらに、うん、多いでしょうから、うん、何千点ともしかしたら1万を超えるような数があるのかもしれないです。それだけたくさんやっぱり書かれてたりするって、手掛けてる方、うん、仙貝さんって方は、うん、なんですよ ね。なんか先ほどお話聞くところによると、非常になんかこうなんか身近な人にたくさん絵を描いていたみたいなお話聞いたんですけど、まあ、これどんな感じだったんですか、仙貝さん。そうですね、やっぱり今残ってる数で計算すると、うん、やっぱり1日1枚は軽く描いてるまあ、後で絵をご覧いただいたら分かると思うんですけど、うん、そんなに時間かかる絵の描き方はしないので、うん、その気になればやっぱり1日何枚も描けちゃうのかなと思いますし、うん、あとこれも後でぜひ見ていただきたいんですけど、うん、紙ですね、仙貝さんって自分のところに紙があるわけじゃなくて、うん、紙を持ってきて描いてあげるっていう感じなんですね、うん、だから結構量産できちゃう。なるほど。そのお米持ってたらポン菓子が出てくるみたいな、そんなノリで結構皆さん頼む方も多かったってことですね。だと思いますね。とお手紙とかも残っていて、何かをもらいました、お礼にあげますみたいな、そういう絵の描き方もしてたみたいですね。なるほど。やはり、まあ、お寺の住職さんというお立場からもやっぱそういう全てをこう受け入れてらっしゃったってことですかね。そうですね、懐の深さっていうのはやっぱりすごいあるなと思います。禅宗のお坊さんなんですけど、その禅宗のことしかしないぞっていう立場では全然なくて、他の宗派のこともすごく勉強もしているし、その宗教者としても当然懐が深いし、その裾野を広げていくっていうんですかね、そのいろんな身分の人に対してその自分の宗教的なメッセージを伝えていくっていうことはすごい意識しているのかなというのは思いますね。改めてちょっと恥ずかしながらなんですけど、はい、いつ頃の時代の、そうですよね、ね、どういうプロフィールの方なのかっていうのを改めてちょっと一から教えていただければと思うんですけど、どんな方なんですか。生まれがですね1750年、まあ、江戸時代の中頃で、はい、比較的世代が近い、作家だと、まあ、伊藤若冲とかよりも、まあ、1世代ぐらい後輩、あ、そうなんですね。若冲が720年代ぐらいの生まれだったと思う、若冲とか王家とかですね、はいはい、ああいう人たちよりも、まあ、30ぐらい下になるような、うん、1世代下ぐらいの人ですね、で、元々の生まれは実は博多ではないんですよ。あ、そうなんですね。生まれは岐阜。岐阜、そうなんですよ、岐阜生まれで、元々農家の出身で、はい、まあ、長男ではないということは分かっているんですけれども、まあ、詳しくはちょっと若い頃の資料がないので不明なんですけれども、まあ、農家の長男ではない人というのは結構お寺に出されることも多かったみたいで、おそらく仙貝さんもそういう経緯でお寺に出されて、その後まあ修行をして、最終的に福岡にやってくるのはもう39歳の時なんですね。あ、じゃあ結構あれなんですね。当時の、まあ、寿命とかも考えると、もう晩年って言ってもいいぐらいの。そうですね、人によってはもうそれぐらいになるようなですね。で、おそらく絵を描き始めるのも福岡に来てからじゃないかなと。へー。なのですごい晩成型の人です。はいはいはい。もう福岡に来られた時点でもうそのお寺の住職という立場でいらっしゃってたんですか。そうですね、もともとその知り合いからまあ呼ばれて、それで住職の、まあ、仙貝さんの前の住職の人とまあ面会をして、そこでこう引き継ぎますというような手続きをして、実際に正式に就任するのは40歳ですね、福岡に来た翌年に、はい、就任をするということになります。その時にもついたお寺がその正福寺だった。そうなんですよ。でその正福寺っていうお寺は日本で最初の禅寺でして、臨済宗の開祖である要塞禅寺が開いたお寺で、まあ、非常に地方のお寺ではあるんですけれども、由緒の正しいお寺であると、まあ、そういうところの住職に抜擢されるぐらいなので、仙貝さん、禅僧としても非常に優秀だったんだろうなと思いますね。へ、
そういった方は先ほどお話にも出ましたけど、こう、まあ、多宗派といいますか、はい、まあ、いろいろ門戸を広げてというか、いろいろこう理解があって、うんうんうん、住職を務めてらっしゃったっていうのもまた面白いなって今感じたんですけど。そうですね、あとで作品などをご覧いただくと、うん、まあ、演奏図っていうのを書いていて、そこではっきりとですね、仙外さんはその宗派にこだわるべきではないというようなことを言っていて、うん、このそこはもう仙外さんのもう一生のテーマでもあると思うんですけれども、うん、物事をこう区別することなく、うん、分け隔てなく接していくというような態度、うん、そういう心構えがまあ大事であるというのが仙外さんは、まあ、若い頃からずっと思ってたみたいで、うん、ではもう晩年になるまで変わらずに持ち続けてたことなのかなと思います。なんか福岡に来られてからその絵とかを、ね、描かれるようになったっていうのも、うん、はい、そうなってくるとこうなぜなんだろうなってよりこう、そう、ねね、興味が深まってまいりますが、確かに、うん、なんか例えば、ね、そのまあ、自分たちの哲学とか教えを伝えるのに、まあ、言葉で言うよりも絵で伝えた方が分かりやすかったとか、うんうん、なんかそういう理由があったりするもんなんですかね。おっしゃる通りでして、実はその禅宗のお坊さんだったり、うん、禅宗に限らず、まあ、お坊さんが絵を描くというのは、まあ、割と一般的にあってはいまして、うん、特にその今おっしゃったようなその自分の宗教的な、うん、こう意思の表明ということもされますし、はい、あるいはその禅宗のお坊さんとかで有名な人だとこうそのまま絵の画題になったりもするんですね。この人はこういうふうにして悟りを得ましたと、そして、まあ、その絵を前にしておそらく弟子とかに対してですね、禅問答をするんでしょうね、はい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 、この悟りの意味がわかるかと、でどうのこうのと、そういうやり取りをしていた、でこういう時の絵っていうのは全体的に可愛くないなんかイメージとしてすごい抽象的な、なんか丸が書いてあるとか、なんか点が書いてあるとか、そんな感じなのかなって勝手にイメージしてますけど、やっぱり仙外さんの絵をですね、こう若い頃からこう年代順にずっと並べていくと、うん、もう画風の変化というのがもう手に取るように分かって、はい、その若い頃さ若い頃に描いた作品というのはもう真面目そのものですね。やはりそれは三輪さんがおっしゃったような禅宗のお坊さんとして自分の哲学を示すとか、うん、弟子を指導するとか、そういう明確な目的があって書かれたものだから、真面目に真面目に書くんだろうなと思います、うん、はい、うーん、それが、ね、こんな可愛らしい、そう、徐々にね皆さんが見たことがあるかもしれない、非常にこう緩くて、まあ、ある種可愛いゆるかわな絵になっていくわけですね。そうですね、これもやっぱり時代順に見ていくと、うん、明確な画期っていうのがありそうなんですね。一番大きいのはやっぱり住職引退したことなのかなと思って、まあ、40歳で正福寺の住職になって、はい、引退するときは62歳なんですけれども、うん、やはりこの60代半ばぐらいからですね、どんどん画風が明るく緩くなっていって、でそれはやはり人々との交流が、まあ、引退を機に増えていって、うん、まあ、人々に対してその禅宗のお坊さんとか弟子を指導するようにこう厳しい態度で接していたのでは伝えたいメッセージは伝えられないということに、うん、おそらく仙外もこうはっと気づいたし、まあ、本人としても緩い家の方が多分まあ、好きだったのかもしれませんけど、うん、そういう思いもあって、うん、こっちの方が良いという感じでどんどん緩いとかですね、うん、あとはやはりユーモアとか、はい、そういう感覚に訴えていくっていう形をとりますね、可愛いとか笑うとかですね、うんうん、言葉を尽くして説明するっていうよりかは、うん、感覚をこう伝えることによって、うん、悟りのエッセンスっていうんですか、はい、絵を見て同じ気持ちになるとか、絵を見てパッと思うっていう心の動きを体験させるというか、うん、まあ、その辺って実は禅宗にとってはそういう体験によるこう悟りに座禅を一生懸命組んだりとか、はい、あれもやっぱりその体験を通してこう悟りに近づくんですけど、仙外、うん、の場合は絵を通した心の動きっていうものをすごく大事にして、その動かし方が笑いとか、うん、
可愛らしさとか、そういうものだったのかなと思います。なるほどな。実際なんかその僕の見たことのある仙貝さんの絵とかも、いわゆるその緩いほとんどイラストみたいな、まあルックとしてはそうなんですけど、まあそこにちょっと書いてある言葉だったりとかメッセージみたいなものも含めて考えると、あのやっぱちょっとその単純に緩くて可愛いだけじゃなくて、後にちょっとジーンと、あ本当ねみたいな、割と真理ねみたいなことがあるんですよね。やっぱそういう風な温度感で、で入り口浅く奥行き深くじゃないですけど、なんかそんな感じで、あの教えが多いなっていう感じはしますよね。もう新海さんはその人から頼まれて書くのだって、その誰に何をどうやって伝えるのかっていう部分を一番大事にしたのかなと思って、当然その長い散文を書いたりとかですね、することもあったり、難しい絵を書くこともあるんですけど、それはまあそういうことが分かる人に対して、でそういうことがおそらくまだこう分からない、あのその禅宗の入り口にも立っていないような人っていう人には、もう少しこう分かるところから説明するっていう、相手に応じて、あのいろんな引き出しを使い分けることができる、まあ、それだけ器用な宗教者としての懐が深い人なのかなと思います。大きな人ですよ。いや、私これ実はすげえですよ。だからあの俺たちの憧れる、あのあっさりとしてるんだけど、実はこれめっちゃ深くないですかみたいなことをやれてる。いや、だから本当にだからその、まあ、哲学みたいなものがしっかりご自身の中で理解ができて咀嚼ができてるからこそ、まあ緩くも硬くもいけるみたいなことなんだろうな。私もその時代の同じ時代に生きてた方々の周りの方々にもすごい、じゃあその気持ちは伝わっていたってことですよね。なんかまあそれがあったから、まあみんなから絵を求められたっていうのはあるんでしょうね。じゃあやっぱこれ書いてくださいというよりも、本当に紙持ってきて何か書いてくださいみたいなノリなんですかね。いろんなパターンがあったと思うんですよね。あとで絵を描いていただきます、例えば花見の絵とかだったら紙持ってきて、春だから花見みたいな感じだと思いますし、あとは玉せせりの絵とかあるんですけど、多分これをもらった人は東区出身だろうな確かにやっぱりこう東区出身の人はあの絵にすごく食いつくんですよね。玉せせりとか言って、まあそれからこう逆算すると、この絵は多分その世間話をしながら、お前どっから来たとやみたいな、東区ですみたいな、ああ箱田器具があるじゃないかみたいな、そういう感じだと思うんですよね。へー。そのこの絵描いてくださいっていう場合もあったのかもしれないですけど、やっぱりその相手との対話の中で、おそらく何か引っかかった部分で描いてあげるっていう、なんか近くにいてほしいですね。ね。しかもその絵にちょっとだけ割と深いメッセージが隠れている。ね、見抜かれてる感じのね。ねまあ、名物占い師とか、ね、名物相談役みたいなとこあるかもしれないですね。なんかちょっと愛されるこう理由みたいなものの一つが分かった気がしますね。で、62歳で引退をされて、で、その後もずっとお亡くなりになるまでもうそういった生活を。そうですね、もうあの生涯博多を離れることはなくて、88歳まで生きるんですけど、でやっぱ絵を見ていくと70過ぎたあたりからどんどん緩く緩くみたいになっていったので、本当に長生きしてくれてよかったなって、本当ですね。長生きできなかったら、あの仙貝さんは真面目な絵を描いた人っていうイメージでもう、終わってしまっていたので、確かに住職引退してからが20年以上ありますからね。やっぱりそこでの進化がすごいですね。まあ、結果だからもうある種の達人の域ですよね。力抜いて本当のことが言えるっていう ね。そのどうなんでしょう、近代 のそれこそ経済界の方々にもこう受け入れられた一つは持ってる、たくさん持ってる方もいらっしゃいますし、その経緯みたいなものって何かあるんですかね。ですね、一つはやっぱりもうあの近代とその江戸っていうのがある程度地続きになってる部分もあって、仙貝にそれこそ書いてもらったっていう人がそのままコレクターになるっていうパターンもありますし、あとですね、やっぱり、まあ、コレクションを集めていくっていう時にその仙貝、まあ、地元だったら地元ゆかりの人がいいってなるんですけど、大体その地元ゆかりの人っていうのはその例えばこう
古美術だったら狩野派とか丸山派っていうのがこう、はい、一番本流になってくるんですけど、地元ゆかりの狩野派丸山派を集めるとすると、やっぱりあの東京とか京都に、うん、あの技術的にちょっと勝っててないところがあったりして、うん、ただ仙台の場合はその本流に乗っていない人なので、うん、あの比べなくていいんですよ、ね、うん、とかそのやっぱり我々としてもこう京都東京にこうちょっと対抗心がある、うん、地元だとやっぱあるじゃないですか、うん、はい、でそういう中で普通にその江戸とか京都の二番煎じみたいな作家を集めるよりは、うん、あのこう、うん、あのオンリーワンの仙台の方が、はい、うん、自分のこう思いを託しやすいとか、うんうん、確かに負けると嫌だって、まあそうですよね結局ね、やっぱその本当に確かに地元の名士、自分ももし地元の名士だったら、なんかやっぱ理由が立つもの買いたいじゃないですか。確かに ね。でやっぱそのね、東京の名士たちの後追いになるぐらいだったら、うん、オリジナルな価値のある、しかも自分の地元だぜっていうことが表明できるものがいいから、まあ確かに、ね、私おまけになんかちょっとその精神の拠り所にもなるメッセージもある、力も抜けている、うん、これは買いやすい作品も多いっていうのもあるでしょうしね。ありますね。うん、やっぱ福岡の人は昔から地元好きなんですね。ああでもそうなんかそういう土地柄もあるのかなってちょっと今思ったんですけどね。うん、本当に驚くぐらい地元の名士の方皆さんお持ちですもんね。ね、で今回の福岡市美術館の展覧会なんですけど、小西コレクションというタイトルもついてますが、うん、はい、これは小西さんのコレクションからってことなんですか。そうですね、あのやっぱりこの小西さんもあのそうした近代にあの仙台のコレクションを集めたまさに名士みたいな方なんですけれども、うん、今ご寄贈いただいたのはあのそのコレクションを集めた方のご子息にあたる方なんですけれども、うん、集められた方は小西友次郎さんといって、証券会社の経営者をされてあったんですけど、うん、博多証券取引所といって、まあ、今の福岡証券取引所の前身になるような、取引所をまあ立ち上げた時の創立メンバーの一人ということで、やはりまあ、ね、うん、近代福岡の経済を支えた方ですね。この方からご寄贈された数はどれぐらいあったんですか。ですね、今回展示で全てのご紹介もしているんですけど、うん、55点寄贈いただいて、うん、の仙台の書画とそれから、まあ、居合品とか私物ですね、はい、文房具だったりお茶道具だったりそういったものも含めてあの集めあのご寄贈いただきました。へ、あ、じゃあ描いた絵だけじゃなく描く道具もあるんですね、はい、なのであのその辺がやっぱり仙台さんならではというか、作品だけじゃなくてその私物が欲しいって、はい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 、そういうあの人柄込みで、うん、あの愛されているなかなか作品欲しいまではあると思うんですけど、うん、その作家の私物欲しいってどっちなんでしょうね。これあの仙台さんがおおらかだったのか福岡人が厚かましいのかどっちもな気がしますけどねそうか、茶道具とかも そうか、うん、まあでもやっぱ好きだと欲しくなりますよね、うん、その気持ちも分かる、うん、上げてるんですね、うん、あ、今あのご寄贈いただいたのも仙台が直接持ってたものがそのままあのコレクターさんに渡ったものではなくて、仙台、うん、さんが知り合いにあげて、うん、さらに回り回っ て、 っていう、うん、あの絵も、うん、もう私物もあげちゃうんです、まあ、つくづくこだわりがないというか、そうですね、おおらかというか、おおらかですね、あげちゃうにしてはなんかいいデザインですよ ね、 そのね、茶道具とかもそうですし、すごく緩くて可愛い、すずりとかもね、すごいな、あのズログ今拝見してるんですけど、はい、まあ、これまでもその仙台さんの美術展というのは福岡市美で何回かやられてる、はい、まあ、先ほどあったんですけど、そのいわゆるその時代の中であのその仙台さんの位置づけみたいなものがなんか結構随分変わってきたんじゃないかなっていう感じがしていて、まあ当初はのその今ちょっと手元にあるんですけど、昭和61年ですかに一番最初にその仙台展やられた時の展覧会のまあ図録を拝見するんですけど、まあめっちゃ結構硬いというか、あの禅の心をなんかこうしっかりこうね
ドンとこう形にしたような、なんか先ほどのお話の流れでいうとその引退される前とかのが多いのかなっていうイメージですよね、うんうんうん、なんですけど今その仙外さんをイメージされる方は割とどっちかというと緩めというか、この辺のこう時代の中での仙外さんの位置づけの変化みたいなのというのはどうですか。そうですね、やはりまあ、江戸時代の美術全体に言えることなんですけれども、やはり可愛らしいものっていうものに対する関心というものが徐々に高まってきていて、まあ、その中でやはり仙外さんというものもそういう要素を持った作家としてこう注目されてきているのかなと思いますし、今回展覧会を今開催していてもですね、仙外の字を読めないお客さんが、展覧会に来られてるんですね。仙南とか展、ああなるほど、これってこれ見に来ましたってチラシだけ持ってきてる人がいて、へ、今まではどちらかというと仙外さんを当然知っていて、地元の作家さんの作品を見に行くぞっていう人が多かったと思うんですけど、はい、そうではない人、知らないけどちょっとキャラクターが可愛いって言って見に来る人が出てきているというところでちょっと新しい傾向かなとそこは思ってます。それお若い方ですか。やっぱり若い方がやっぱり多いみたいですね。展示室の雰囲気とかも私も最近入ったばっかりなのでちょっと分かってないんですけど、監視員さんから聞いてるとやっぱり今までの仙外展とはちょっとお客さんの感じが違っているというふうなことも聞いてますので、時代全体がこうそういう可愛いものっていうものをこうなんとなく見たいなっていう気持ちになってきてるみたいですね。可愛いしいいこと言ってくれるしみたいなことで言えば本当に確かに今の時代の気分にバッチリかもしれないですね。そうですね、まあ、それもやっぱり仙外さんが引き出しが多かったから、真面目な仙外さんも可愛らしい仙外さんもどっちも同一人物で別に二重人格ではないのに、これだけやっぱり引き出しが広いから、そこの可愛らしいっていうのが今の時代にうまくハマってるのかなという気がしますね。いや仙外ってね、読み方がまだわからない方もやっぱこの力なんですね。やっぱ作品の力で吸い寄せられてる方もいらっしゃるっていうのは、これはすごいいい話ですね。ねえ、ちょっと見たいです見に行かねばいけませんね。実際にじゃあ今から行かせていただいて、はい、これ終わった後もまた宮田さんお話伺えるんですか。そうしましょうか。いいですか、また帰ってちょっと見させていただきます、はい、よろしくお願いします。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週は福岡市美術館で開催されている展示仙外小西コレクションを特集しました。学芸員の宮田さんにお話をいろいろ伺いましたが、今回は我々拝見する前の、事前解説として、はい、宮田さんにいろいろご教授いただきましたが、まあ魅力的な方ですね、仙外さんってね、本当になんか改めて仙外さんの入門編をいただけて、この後ね実際展示見に行ったわけですけど、本当に聞かせていただいておいてよかったなっていう感じの内容でしたので、これ聞いて皆さんもですね、はい、ぜひ展覧会見に行って、で、僕らの事後鑑賞編を、はい、一緒にね、一緒に鑑賞したような感覚で楽しんでいただきたいなと思いますね、はい、そうなんです。次回はですね、鑑賞直後に我々再び宮田学芸員にお話を、いろいろ伺っております、個々の作品についても詳しくご解説をいただいておりますので、来週もお楽しみになさってください。10月1日から福岡市美術館で開催中、仙外小西コレクションは12月1日までの開催です。ぜひお越しください。今週の特集でした。クイズ明治アタック、あなたのチョイスが未来を変える。問題です。2016年4月の自由化以降、生活に合わせて選択できるようになったのは電気。正解。